お父さんお母さんへ2人に手紙を書くなんていつぶりだろう。少し照れくさいです。昔は毎年誕生日に手紙をくれてたね。今でも残してます。ひとまず今シーズンもお疲れ様でした。社会人になっても全日本に出てるなんて想像してなかったよね。マナの好きなことをしたらいいよって言い続けてくれてるのに、モトクロス以上に楽しいことが見つからずに23歳になりました。こんなにも素敵なスポーツに出会わせてくれてありがとう。毎年いろんな喜びと出会えて、いろんな壁にぶつかってきたね。本当にモトクロスから多くのことを学んできてるよね。最高のレース人生です。とは言いつつも、この数年はモトクロスとの向き合い方とか、これからの人生設計とかを話すことが多くなってきたね。この前家族会議をした時に、ブレない部分、揺れる部分、すべてみんな同じで嬉しくて笑っちゃいました。さすが久保家。さてさて、せっかく手紙を書く機会をもらったので、いつもは言えない感謝の気持ちをお伝えしようと思います。まずはお父さん。仕事がどんなに忙しくてもちゃんと整備をしてくれて、続けさせてくれてありがとう。趣味で始めたモトクロスで整備も一から学んだだろうに、整備ミスが今までほとんどないって本当にすごいことだよね。練習に来れないことが多くて文句を言ってしまうこともあったけど、こんなに忙しいのにレースには必ず来てくれてありがとう。社会人になってよりお父さんの凄さや強さを実感しています。仕事の疲れが吹き飛ぶくらいのレースをもっとしていきたいです。次はお母さん。昔から人前でも褒めてくれて、親バカかって恥ずかしかったけど、今となっては愛情を感じます。二人で話している時に、マナは私たちにないものを持っていてすごいねって言ってくれたことが嬉しくて、ずっと心の片隅に置いています。私のダメなところも山ほど知ってるのにね。書き始めたら感謝も思い出も溢れてきて止まりません。毎日文章に関わる仕事をしているのにおかしいな。ひとまず今回は、私にとって自慢の両親であり、憧れの夫婦であり、大好きってことが伝われば嬉しいです。2022年もバイクとともに人生を楽しみましょう。まだまだ人として大きくなるので楽しみにしていてね。今回はこれぐらいにしておきます。読んでくれてありがとう。令和3年12月10日、久保真奈。